おはようございます。宿泊所生活2日目でございます。今朝の、5時10 20分ですね。まだ日の出の時間じゃないんでね、打てないんですけど、これからちょっと見回りをしてから、日の入り、時刻を見計らってね、撮っていきたいと思います。今日はちょっと1頭は撮りたいね。頑張っていきましょう。朝からね、もう2時間ぐらい、2時間待ってない、まだ1時間ぐらいか、1時間経って、畑にいるやつ一発かけたんですけどね、当たりませんでしたね。これやっぱりちょっとハーフライフルかなんか買わないと多分取れないということが、まあ、2日の経験で、分かりました。ちょっとこれはまず道具からね、これはね、道具買えないとどうしようもないし、生産性も上がらないと思われますね。まあ、鹿ちゃんね、いないことはないんですよね、本当に。こうやって車で通っててもね、道端とかでまだ飯食ってるやつはいるんですよね。ご飯食べてますね。はい、食べてます。はい、いらっしゃい、どうも。ちょっとね、多分近づけないとは思う。近づく前に逃げると思うけど、一応ワンチャンあるかもしれないんで行ってみましょう。すごい、なんかバカにされている声が聞こえる。これすげえ、なんかザマーって聞こえてますね。やかましい。くっそー、30m。 これいるわ、やっぱ上下じゃ無理やな、これ。今夕方の5時ですね。まあ、あと1時間10分20分ぐらいで日没なんですけど、ちょっとね、撮るのは難しいですね、やっぱり。まず見つけるの自分でやんないといけないっていうのはね、まあ犬いればすぐ見つけてはくれるんですけどね、止まんないからな。空気がきれい。
ということで、本日の鹿も鹿打ちも坊主で終了しました。この後ちょっと晩飯食べて酒飲んで寝たいと思います。出られへんやないかい。森にお帰り。森にお帰り。帰らないかー。